皆さんこんにちは。今回は一番最初に座標が設定されていない図形の問題ということで、1994年度の京大の理系数学第3問を紹介します。この問題でした。正四面体の4つの頂点を ABCD とする。 ST を0より大きく1より小さい実数として、線分 AB を S 対 1-S に内分する点を E、 線分 AC を T 対 1-T に内分する点を F、 線分 AD を T 対 1-T に内分する点を G と置く。3点 EFG を通る平面が3点 BCD を通る円と共有点を持つために、 ST の満たすべき条件を求め、点 ST の範囲を平面上に図してよという問題になっています。先ほど述べたように空間座標っていうのが設定されていません。で、無理に座標空間に置く必要はないんですけれども、今回は XYZ の座標を導入して解いていくという方法を紹介したいと思います。では早速解説入っていきます。さて、まずは座標の導入なんですけれども、今回は正四面体という割と対称性の良い立体が登場していますね。そして問題文見てもらうと分かる通り、まあ E についてはちょっと特別なんですけれども、点 F と点 G については共に線分を T 対 1-T に内分しているという意味において対称性がやっぱり保たれています。だから空間座標上に正四面体を置くときは、できれば、まあ、ある平面、例えば XY 平面とか XZ 平面とかについて F と G が対称になっているような置き方をした方が、まあ問題は解きやすいでしょうね。ということで以下のように座標を設定します。はい、こんな感じですね。四面体の頂点が ABCD となっていて、 A が Z 軸上、 B が X 軸の負の部分、 C と D がここにあるという具合です。まあ例えば B と CD がね、左右逆になっているとか、それは別にどっちでもいいんですけど、例えばこうやって置くのが分かりやすいと思います。なんでかっていうと、さっきも言った通り、AC 上にある点、AD 上にある点、FG っていうのが、こうすれば、XZ 平面に対して対称の位置に来ますからね。またこの立体自体も、XZ 平面に関して対称になっているので、これによって割と、例えば、EFG を通る平面の式なんかも簡単になりますし、その平面っていうのは、この、やはり XZ 平面に関して対称になってくれるので、だいぶ都合がいいという話です。ただ改めて問題文見ると分かるんですけど、この正四面体 ABCD っていうのは一辺の長ささえ与えられていないですよね。もちろん勝手にスケールして一辺の長さ1っていう風にしてもいいんですけど、今回は一辺の長さを文字で置いちゃいたいと思います。ただですね、かといってこの AB の長さを A とするみたいな感じでシンプルに置いちゃうと、ちょっとですね、この例えば B の座標とか、あるいは後で出てくるんですけど、この CD と X 軸の交点とかが複雑な座標になっちゃうんです。まあというのも、今三角形 BCD っていうのは Z 軸の上の方から、つまりこっから真下を見下ろすとこんな感じになっていますよね。まあ今この三角形 BCD、まあこれ正三角形ですけど、このど真ん中に Z 軸がぶっ刺さってるというイメージです。目線がまさにこの Z 軸の負の向きっていうわけですね。で、例えば一辺の長さをじゃあ A にしちゃうとどうなるかっていうと、まあここの長さとかはね、2分の A ということでシンプルなんですけれども、ここの長さじゃあ例えばいくらになるかっていうのを考えてみると、ここ対ここっていうのが1対ルート3というふうになってしまいますから、ここが2ルート3分の A っていうふうになったりとか、あるいはここの長さいくらかっていうのを考えてみるとルート3分の A になったりとかします。で、じゃあこれなんか問題なのかっていうと、別に何ら問題はないんですけど、わざわざ答案に出てくる文字というかね、長さっていうのを複雑な式にする必要はないですよね。で、後でですね、結局この立体とかを XZ 平面で切断するので、切断した時の座標、例えばこことかこことかが綺麗になるように一辺の長さを置いてあげます。まあこういうふうにですね、別に必須じゃないというか、まあやらなくても困らないんだけど、やった方が実践的に得であるという工夫って実際のその試験でも結構大事だと思うので、まあもしよかったら頭に入れておいてください。さあ、それで以下セッティングを文章にします。はい、というわけで説明書きました。三角形 BCD、これは正三角形ですよね、これ正四面体なんで。で、その外心、まあ外心であり、内心であり、水心であり、重心なんですけど、まあとにかくこの中心を O として、それを原点とする空間座標を取ります。ただし、あくまでそれだけだとここが原点だってことしかわかんなくて、軸の向きいろいろ考えられますよね。だから、それを固定するために、AB の長さを今回2ルート 3A にしました。そうすると、他の座標は割とシンプルになりますし、XZ 平面で切断した時に綺麗な座標になります。まあとにかくこうして、4点がこういう座標になるように3軸を取るというわけですね。まあ別にいきなりこれ書いて、早速答案書き始めちゃってもまあいいです。ただしその場合は、一応まあこの3点の座標をこの脇に添えて書いておくのが最低限必要だと思います。またその場合はちょっと説明不足で、まあちょっと減点されるかもなというふうには思いますが、まあ実践的にはこれ書くよりかは、図書いて3点の座標を書いちゃいますかね、僕だったら。まあ現実的にはそれぐらいで妥協しちゃっても、まあしょうがないかなとは思います。まあとにかく、紛れがないように書くとこうだよというお話です。
さて、座標をセットしましたけれども、まだ3点 EFG の話をしていませんでした。AB を S 対 1-S に内分する点が E、そして ACAD を T 対 1-T に内分する点が F と G ですね。まあそれを図にしておくと。はい、というわけで EFG 書きました。紐、赤字で書き込んでいますね。でですね、AF 対 FC、AG 対 GD っていうのが比が等しいですよね。まあ今ここには比書いてないですけれども、どっちも T 対 1-T なので、この CD っていうのと FG っていうのが平行になります。でもってそれらはもちろんこの Y 軸とも平行になっていますね。ということで狙い通り割と綺麗な置き方ができました。まあ E はもちろんね、ここの比っていうのはこれらと違いますけれども、まあそれについてはまあしょうがないというか、だってそもそも文字が2文字あるわけですから、 ST とね。なのでまあせめて扱いやすい位置に置いてやろうということで、 E は XZ 平面上に置いてあるというわけです。まあ座標で置くならこれがいいでしょうね。もちろん例えば CD の中点を原点としたりとか、 B を原点としたりとかっていうのはできるかもしれませんが、個人的にはまあこれが一番いいと思います。こうすれば A もね、ちょうど Z 軸上に来ますし。でまあセッティングの話ばかりしていてもしょうがないから、以下は具体的な内容に入っていきます。さて、3点 EFG を含む平面、まあ、この赤い三角形を含む平面を α としました。まあ、以下何回か出てくるので簡単のために名前を付けたというわけですね。で、この平面 α っていうのと3点 BCD を通る円っていうのが共有点を持つか持たないかっていうのが今の議論の焦点なわけですけれども、この円っていうのはもちろん XY 平面上にあります。この平面 BCD 地べたですね、ここにあるわけです。それはそうですよね。だって B も C も D も XY 平面上にあるわけですから。そしてさらにこの円を掘り下げてみると、O っていうのは三角形 BCD の外心です。まあそうなるように置きました。なので、この3点 BCD を通る円っていうのは、XY 平面上にあるだけではなくて、原点がぴったり円の中心になっているわけです。そしてこの円の半径っていうのはいくらかっていうと、この B の座標を使ってあげればいいですよね。半径 OB ですから。B の座標は X 座標がマイナス 2A なので、半径は 2A ということになります。というわけで3点 BCD を通る円の素性がわかりました。まあシンプルになりましたね。というかまあこれがシンプルになるように、この座標設定をやったというのもありますけど、で以下いよいよこの円と α っていうのが共有点を持つかどうか考えるんですけれども、 S と T の値によってはそもそも平面 α が円と共有点持つ持たない以前に XY 平面と交わらないことさえあるわけです。なのでそれを除外しておきましょう。平面 α と XY 平面が平行になるのは S イコール T の時です。まあこれは証明いらないと思います。そしてこの3点 BCD を通る円、まあこれを C としますね。このイタリックの C だというふうに思ってください。そしたら、そもそも平行なわけですから、平面 α の任意の点は XY 平面に属さない時点で、もう明らかに共有点は持たないということになりますね。というわけで S と T が等しいときはボツということになります。じゃあ S と T が等しくなければ、いつも円と平面 α が共有点を持つのかっていうと、まあわざわざ問題になってるぐらいですからそうとは限らなくて、今この図では S より T の方がでかく書いていますね。こっちの方が長いですから。ですがもし T の方が小さかったら、平面 α、この赤い三角形が含まれている平面っていうのは、だいたい X 軸に対してこういう傾きになってますよね。だから、その平面と X 軸というか、XY 平面との交線っていうのは、こっち側に来るはずですね。この B よりもこっち側。そしたら、この円っていうのは、今書いてないですけど、円 C っていうのは、もちろん定義から点 B を通るわけなんですけれども、点 B よりもこっち側に交線があるってことは絶対にその円とは交わらないですよね。というのも簡単にラフスケッチしてみると、 BCD を通る円 C っていうのが XY 平面上にあって、 X 軸 Y 軸っていうのが今こういう配置になってるわけです。で B っていうのはこの円 C 上の点のうち一番 X 座標が小さい点だから、もう B よりも左側には一切円の要素っていうのはないわけです。なので T よりも S の方がでかくて交線がこっちに来ちゃったら、もう絶対交わらないんですよね。だって交線絶対 B よりも左側に来ますもん。というわけでどうやら S の方が T よりもでかい場合はアウト、アウトっていうのは C と α が共有点を持たないってことになりそうなので、ちゃんと記述をしてそれを除外しておきましょう。さっきまで書いてなかったですが、大事な前提としてこの赤い三角形を含む平面、まあ、平面 α っていうのが XZ 平面、つまりホワイトボードに関してちょうど対象になっているってことも付記しておきましょうか。まあそれも踏まえて考えてみると、 S の方が大きい時っていうのは、まあこれを前提とすれば平面 α と XY 平面、この BCD があるこの地べたの交線っていうのは、まあだいたいこんな感じの X 軸の負のところにある Y 軸と平行な直線になるわけですよね。まあそれをちゃんと表現します。 Y 軸に平行であるが、その方程式っていうのは、まあまともに文章で書くならこんな感じですかね。交線の方程式っていうのは、まあ XY 平面上だからもちろん Z イコール0なんですけど、それに加えて X 座標っていうのがこの B の X 座標よりも小さいという方程式になるわけです。まあ、ただこれがいきなり言えるかっていうとちょっと根拠に乏しいので、一応簡単に図を書いておくといいですね。
今この立体とか平面アルファっていうのを XZ 平面で切断したらこんな具合になります。もちろん S の方が大きい場合の話ですよ。でここは頂点 A でここ B ですよね。でここは CD の中点なんですけど、まあ例えば M とでもしましょうか。そしてあとここは FG の中点ですね。まあ例えば N とでもしましょうか。でまああと平面アルファと X 軸の交点、これをまあ P とでもしておきます。それでここの点がもちろん点 E で、この直線っていうのがアルファと XZ 平面の交線ですね。というわけでこんな感じの位置関係になって、今結局点 P、 つまりアルファと X 軸の交点がここに来るということは、交線はこの点を通って Y 軸と平行な直線ですよね。でさっき書いたような図をもう一回書いてみると、まあこんな感じですかね。今これ XY 平面です。この地べたを上から見てるんですけど、円 C というのがこれ、この円のことで、これっていうのはこの α と xy 平面の交線とは共有点を持たないということがわかります。これが y 軸と平行とか cd と平行っていうのが、まあここから従ってるわけですね。まあ今点 p の座標と x0 をかぶっちゃってて気持ち悪いので、まあこれ p にしましょうか。 x イコール p という直線になる。でその p っていうのは b の x 座標よりも小さいというふうになって、この直線っていうのは cd と平行ですから、確かにこの時は円 C と平面 α が共有点を持たないことがわかります。まあここの理屈がちょっとね難しいというか、意外と簡単ではないんですけど、円 C というのは XY 平面上にあるので、そうである以上共有点を持つとしたら、それは絶対 XY 平面上の点なんです。だから XY 平面上だけを考えればよい。だってまあそもそも円 C がもうこの XY 平面内にしかないわけですから。でその円とこの交線が共有点を持つかどうか見るんだけど、この交線はCD とかあるいは Y 軸と平行だから、この P っていうのがマイナス 2A よりも小さい以上絶対共有点を持たないというロジックですね。あの平行じゃないともちろんですね、この限りではありません。まあ極端な話だって傾きこんな感じだったら交線と円 C っていうのは共有点を持ちますからね。なのでまあしつこいようですけど、これとかこれを強調しました。なので結論としては、 S の方が T よりも大きいときは、まあさっきもそうなんですけれども、共有点を持たないということがわかります。というわけで S が T 以上の場合は全部潰れて、残るは S が T よりも小さい場合ということになりますね。で最後にそれを見ていきましょう。さて S よりも T の方が大きい場合ですが、この場合も XZ 平面でこの立体とか平面 α とかを切断した様子を書いてみます。というわけで断面図書きました。でここからなんですけど、またさっき書いたような図を考えてみます。まああくまでこれは今後の方針なので、回答用紙に書いても書かなくてもいいんですけど、円 C っていうのが XY 平面上にあって、3点 BCD の位置関係はこんな具合になってるわけですね。で今 M っていうのがここにあると。でもし今点 P っていうのが M に近ければ、 M って例えばここら辺に来ますよね。この円の中に来るわけです。で平面 α と XY 平面の交線っていうのは CD と垂直だったわけですから、こんな感じになって、P が中に入っていれば確かに円と α っていうのが共有点を持つってことになりますよね。一方 P っていうのが外に来ちゃってると、もちろんさっきと同じように交点を持たないということになります。まあ交点というか共有点ですね。でその境目がちょうどこの円と X 軸の交点の右側で、 B の座標がマイナス 2A だったので X 座標ね、ここの座標っていうのはもちろんプラスの 2A というふうになります。なので P っていうのとプラス 2A の代償関係っていうのが大事になってくるということがわかりますね。まあそういう大体のイメージ、つまり P が遠くなるとダメだろうなとか、境目が 2A だろうなってことを踏まえて以下議論していきたいと思います。でまあこの P の値を求める必要があるんですけど、やっぱりこういう図ですからメネラウスの定理使うのがいいでしょうね。メネラウスの定理を使うとどうなるかっていうと、 A から出発したら AEEBBP の PM の MNNA ですね。ということでこれかけるこれかける MNNA っていうのが1になるわけですね。でまあこの比とあとこの比っていうのは分かっていますから、 BP と PM の比についてこういうことが言えます。でここまで何も言っていませんでしたが、 MN 対 NA っていうのがこういう比になるっていうのは、この FG というのが CD と平行だからということに由来していますね。この点自体は別に F とか G とは違うんですよ。あのこの中点なんで。しかし平行なので比が等しくなるということを前提にしています。あとまたこの点 P の定義をちゃんと書いていませんでしたが、この平面 α と X 軸の交点というふうにまあメモしておきます。さあで BP と PM っていうのはこの P を使うとどうやって書けるかってことなんですけど、 S が T よりも小さいときは位置関係がこうなるというのは認めてしまうと、スモール P というのは A よりも大きくなりますね。なのでこの位置関係を認めると、 BP の長さっていうのは P 引くことのマイナス 2A ということで P たす 2A です。また PM っていうのはこの2点間の距離ですから P 引く A というふうになりますね。ということで BPPM というのは P たす 2A でオーバー P 引く A ですね、というふうになって、でこの比というのがこれとこれを右辺に寄せてしまえば、はい、こんな感じになりますね。
この式から P を求められるでしょうというわけです。そしてあとこれを P について解けば P の座標っていうのがわかるわけなんですけれども、まあ途中過程は簡単に紹介しておきます。まず分母払うと S カッコの1引く T でかけることの P たす 2A ですね。これっていうのが T カッコ1引く S の P 引く A というふうになります。まあ面倒くさいように見えて実は意外と単純で、じゃあまず S かける1かけるこれ見てみると SP で足すことの 2SA ですね。で今度マイナス ST かけるこれですけれども、それは STP でしょ。でマイナスの 2STA というふうになると。で右辺は今度まず T かける1見てみると TP で引くことの TA ですね。あとは T かけるマイナス S なので STP というふうになって、あとは STA というふうになると。で STP というのが消えて P を右辺にそれ以外を左辺にまとめてあげると 2SA で引くことのあとは 3STA ですね。 3STA で足す TA というのが T 引く S の P というふうになって、こっから P というのが T 足す 2S 引くことの 3ST のこれは T 引く S で割って A と、こんな感じになります。まあ途中過程はまあ簡単なんで省略してこれを解きというふうにいきなり P 書いちゃいますね。というわけでスモール p が分かりました。でまあこれが a よりも大きいということは位置関係から認めちゃっていいでしょう。まあ図よりというふうにでも書いておきましょう、心配だったら。でこの p の値がどうなっていればいいのかっていうと、円 c つまり3点 bcd を通る円というものが x 軸と交わる点っていうのは点 b の他には 2a00 っていう点ですね。まあまたラフなスケッチ何度も書いてきたのを書くと、円 c があって xy 平面上でここの座標っていうのがまあ 2a だったわけですね。だからこの p というのが2a よりもちっちゃければよろしいと、あるいはまあぴったり等しければよろしいということになります。まあ、この方程式はだから x イコール p ですね。まあもちろん z イコール0というのもありますけど。ということで今考えたことを簡単に文章にしておくと、ここですね、円 c と x 軸正部分の交点の座標は 2a00 なので st の条件っていうのは、はい、条件式こんな感じになります。で今 s と t の大小関係はこうなっている、つまりカッコ3の中でこの議論をしているというのを注意してください。そうすると、まあ、まず a は正の数ですから割ってよくて、 t 引く s をかけたところで別に不等号の向き変わりませんね。だからまあ解き方簡単に見ると t 足す 2s で引くことの 3st で小なりイコール2カッコの t 引く s というふうになって、ばらしてあげると t 足す 2s 引く 3st で小なりイコール 2t 引く 2s というふうになって、 t と s について簡単に整理してあげると t で足すことの 3st かな、大なりイコールの 4s というふうになって、 t が小なりイコールの 1+3s 分の 4s というふうになります。ということで s と t の条件式が出てきました。まああくまでこれはさっきも言いましたが、まあこれを前提としています。そしてさらにさっき明言しませんでしたが、 s と t が0と1の間の実数であるということも前提にしているので注意してください。でこの式っていうのがこの3番の結論なので、以上をまとめて s と t の条件式を改めて書いてみると、まず大前提としてこれがあって、そして S よりも T の方が大きいというのがあって、さらにこれも成り立っているというふうになります。というわけで S と T の条件式は求まりました。あとはこれを満たす領域を ST 平面で図示をしてあげるだけなんですけれども、見たところ分数関数で全近線を書いた方がやりやすいので、まず全近線を求めます。といってもまあこの全近線ぐらいは簡単に求められるようにしたいですね。例えば S の大きさを無限大にしてあげると t イコール3分の4になりますね、極限として。だからこれがまず1個目の全近線で、あと分母が0になるのが s イコールマイナス3分の1なので、結局この2つが全近線になるということが言えます。まあ別に今のは論理的な思考というよりかはごく簡単にざっと求めただけですけれども、実践的には結構役立つ手段だと思うので、まあぜひ活用してみてください。まあとにかくまずはこの2つの直線書きましょうか。まあこういう時は S 軸 T 軸をいきなり書くんじゃなくて、まずは全近線書いてみるとやりやすいですね。で次に境界となる双曲線を書くんですけど、まあこの式をイコールにしたものっていうのがこの2つの直線で分割される4つの領域のうちどこなのかっていうのを考えてみると、まあこれね論理的にまともに考えると逆にめんどくさいので、大雑把に考えると S をすごくでかくしたら、まあ3分の4よりもちょっと小さくなりますね、分母がでかいので。まあ、だからこっち側にあると。で、あと相方もこっち側にあるというふうに思えば迷わず書けますね。軸を書く前にまず双曲線書いちゃうといいと思います。ちなみにもちろん双曲線なんてこっち側にも曲線あるんですけど、今回はこういう制限があって、まあ明らかにこっち側の話なんで、まあ今はこっち側書かないことにします。で、まあ双曲線と全近線が書けたら、あとはまあ軸書いておきましょうか。はい、ということで S 軸と T 軸、あとついでに T イコール1と S イコール1というまあ重要な直線書いておきました。どうせここの境界線で掴んでね。
そしてあとは S イコール T というのが必要なんで書いておきます。はい、ということで S イコール T 書きました。まあ今どうせこの正方形内でしか範囲を考えてないので、S イコール T の直線もここの2点の間だけで考えています。で、あと細かい座標としてはここが1で、あとは、まああとここも1ですね。で、あとは、まあここはもちろん3分の4で、まあそんなもんですかね。あとここはマイナス3分の1と。はい、ということでお膳立ては以上です。で、じゃあ直線とか曲線散々書きましたけど、この中のどこなのって話をすると、まず前提としてさっきも言いましたが、S は0と1の間、T も0と1の間なので、この正方形の中だけしかもう関係ありません。で、さらに S が T よりも小さいっつってるので、この線分というか直線よりも上の話です。だからここの直角二等辺三角形の中だけの話なんですね。で、その上でこれです。T っていうのがこの曲線で表されるものよりも大きいまたは等しいわけですから、この直角二等辺三角形の中で、かつこの曲線を含んでそれよりも上なわけですから、まあ一回境界の話は除いて考えると、求める領域っていうのは、ここのことになりますね。ということで、これで一回どこのことなのかは分かりました。で、あとは境界について細かく考えてみると、そもそも S と T は、いわばまあ定義域がこれなわけですから、ここの角とかここの角とかここのヘリは全て含みませんね。そしてあとじゃあ残るはここの曲線の両端以外なんですけれども、これはイコールがついているので含まれるということになります。ちなみにここの曲線は何に対応しているかっていうと、ぴったりこのイコールが成り立つ、元をたどればこのイコールが成り立つなので、ちょうどこのスケッチで言うと、X イコール P という直線がこの円の右端で接するような場合ですね、この円 C と。それに対応していて、別に接していようが交点2個だろうが、共有点を持っていればいいというのが今回の問題で問われている範囲ですから、接している場合、つまりここは含まれていいというわけですね。っていうふうに、まあもちろん数式上でね、含まれる含まれないの判断をするのも全然いいんですけど、この図で言うとどういう状況だったかなっていうのに照らし合わせて、またさらに問題文を読み返して、含まれるのか含まれないのかさらに確認してみると、ミスを防ぐことができます。てなわけで、これの、こことこことこの2点以外は答えなんですけれども、最後にそれをちゃんと言語化しておきましょう。まあ書くなら例えばこんな感じですね。まあこの斜線部が答え。まあ実際の試験では色使えないですけれども、まあとにかく斜線部。境界については、S イコール0または T イコール1のところを除き、つまりこの両端も除くわけですね。で、他の境界、まあ他といっても曲線だけですけど、これを含むということになります。はい、というわけで以上がこの問題の解説です。やってきたことを振り返りましょう。今回問われていたのは、まあこういうふうに正四面体で内分点というものを取ったときに、この EFG を通る平面というのが、3点 BCD を通る円と共有点を持つような S と T の範囲っていうのは図示するというものでしたね。それが問われていたわけです。で、まあ今回この図ではもうわけわかんなくなっちゃうので円は書いていませんけれども、こういうふうに座標を設定してあげると、その円 C というものは原点中心で XY 平面上で半径が 2A になっているわけです。その円と共有点を持つ持たないって話をしていたんですが、内分比のパラメーターである S と T の値が等しいと、そもそもこの三角形 BCD と三角形 EFG が平行になっちゃって交わらないので、そもそも平面自体が交わらなければ共有点なんてありっこないということで、その場合は除いた。さらに S の方が大きい場合、つまり E というのが FG よりも下にある場合については、平面 α っていうのが X 軸に対してこういう位置関係になるので、こっちが α です。こういう位置関係になるので、交点っていうのは B よりも左側に行きます。そうすると、円 C っていうのがこうなっていて、この頂点 B っていうのが、この図で言うと、ここですね。ここが B なので、それよりも左に交線が来ちゃったら、それはもちろん、円とは共有点持ちませんね。ということで、その場合もボツだったわけです。で、残るがこのパターンなんですけれども、この図の XZ 平面でこの K を切断したところ、平面 α っていうのが、この直線ですね。まあ書いてなかったですけど。まあ α というよりかは、α と XZ 平面の交線ですけども、位置関係はこうなっているから、メネラースの定理を使って、点 P の座標、スモール p っていうのを求めてあげるとこうなる。で、あとはこの P の値がどうなっていればいいのかっていうと、ちょうど、まあ、この円を思い返してみると 2A よりはちっちゃくなっていればいいです。なおこれが A よりも大きいということはすでに保証されています。 S と T がこの範囲で T がこうなっていればね。なのでそれは条件式として設けませんでした。つまりこの同値変形っていうのは S と T がこの前提を満たしていて、かつこの3番の中での話だと思ってください。その範囲においてはこれはこうやって同値変形できて、結局求める条件っていうのは1と2、つまり S と T が等しい時と S が大きい時はボツなので、これかつこれかつこれだけというふうになって、それを図示してあげるとこうなるという話でした。まあちなみにこのね、さっきの前近線を先に書いて、双曲線書いて、後で軸を書くみたいな話っていうのは、まあ実践的には結構役立つと思うので、もちろんそんなこと答案に書かなくていいんですけれども、まあ実際に問題を解くときなんかにぜひ自分でも活用してみてください。ちなみに今回は座標空間上にこの
精神面体を置いて考えましたけれども、絶対にそうしなければいけないかっていうと、別にそんなことはありません。なので毎回毎回座標空間上に置くっていうのは、まあなんかダサいといえばダサい気もするので、もし興味があったら座標空間に置かないでうまいこと言語化して処理をするという方法も考えてみてください。というわけで、今回は前回に続いて図形と領域の融合問題を紹介しました。最初の段階では座標を与えられていませんが、必要に応じてベクトルとか座標を導入することによって、まあ、答案を書きやすくなるというのはあると思いますから、まあ、実践的な手段としてベクトルとか座標を導入するっていうのはね、覚えておいて損はないと思います。とはいえ、ずっと座標で処理をしているとめんどくさい場合もあって、ある時は座標で、ある時はメネラスの定理みたいな図形的に捉えるっていうのが結構大事ですね。まあ、何事もバランスということかもしれません。また図形の問題においては、今回もそうでしたけれども、結構その点の位置関係とかパラメータの代償関係で場合分けをしなければいけないってことが多いので、それも注意してください。もちろん全然ね、 S と T が等しい時とか S の方が大きい時っていうのは状況が違うので、分けて書かなきゃ、まあ基本的には減点される、あるいは点がもらえないことが多いというふうに思っていいでしょう。はい、というわけで今回は以上です。引き続き東大京大などの入試問題を中心に数学の解説をしていきます。来年の受験生とか、これから数学の力を伸ばして難関大に合格したいと思っている高校生とかは、ぜひチャンネル登録お願いします。またこの YouTube チャンネルに対応した公式 LINE というのもあります。公式 LINE では登録者限定のライブとか講座の案内をしているほか、まあ登録者限定の特典というのもありますから、もしよかったら特に受験生はね、公式 LINE への登録もお願いします。というわけで今回は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。